ジョン・ハワード、ジョン・ウィンストン・ハワード、ジョン・ウィンストン・ハワード、AC、1939年7月26日隊は、オーストラリアの政治家、第25代オーストラリア首相、1996年3月11日から2007年12月3日、ロバート・メンジーズに続いて2番目に長い任期を務める首相であった。1995年1月に、 オーストラリア自由党の党首に就任し、2007年11月まで、勤めた。2004年10月9日に行われた、総選挙は彼に4度目の任期を与え、最近のオーストラリアにおける最も成功した、政治家なった。趣味はクリケットで、健康のために散歩を日課としている。尊敬する、政治家は、英国のマーガレット・サッチャー元首相である。 シドニー郊外のアールウッドで生まれ育ち、アールウッド公立学校へ通った。彼は、イギリスの政治家、ウィンストン・チャーチルにちなんで、ウィンストン、ウィンストンのミドルネームをつけられた。父、ライエル・ハワードと父方の祖父アルター・ハワードは、両人とも、第一次世界大戦で、ファースト AIF、ファーストオーストラリアン・インペリアル・フォース、オーストラリア帝国軍の役軍人だった。 ジョン・ハワードは青年基聴覚障害によるわずかな言語障害を持ち、この点でウィンストン・チャーチルと同じである。一家はガソリンスタンドと機械工場をアールウッドの郊外ダルウィッチ・ヒルで経営した。父ライエルはジョンがティーン・エイジャーの時に死去し、妻と三人の息子が残された。ジョンはカンタベリー・ボーイズ・ハイスクールに通い、シドニー大学に進学し法律学を学んだ。 1957年に自由党に参加する。ジョンは1971年に自由党の同僚、ジャネット・パーカーと結婚し、3人の子供を設けた。ジャネットはハワードが首相在職中控えめであったが、それは彼の健康問題から取られたスタンスで、実際には彼女はハワードの有力なアドバイザーと評価される。 1974年の連邦議会総選挙で、シドニー北西郊外のベネロング区から立候補し、当選する。1985年に自由党の党首となるが、1989年に退任後、1995年に再び自由党の党首に就任する。1996年の連邦議会総選挙で、与党の労働党を破り、自由党が、 政権の座につき首相に就任。一期目においては、歳出の削減や、ポートアーサー事件に関連して、重規制などを行った。1998年の選挙においては、自由党と国民党の連合を率いて臨んだ。この選挙の関心は、新幹節税の導入と、白豪主義政党、ワンネーション党の動向であった。自由党と国民党の連合は、 この選挙に勝利し、2期目の任期に入った。2期目においては、GST と呼ばれる新税の導入を行い、東ティモール問題に積極的に関与した。2001年8月に発生したアフガニスタン難民問題では、背景の複雑な事情もあり、受け入れに反対している。その後、移民政策を厳格にしている。2001年に政権の座に就いた。 米国のジョージ・ワーカーブッシュ大統領とは最も近しい間柄で京都議定書脱退に踏み切った際にはいち早くそれを支持した。自ら米国の副保安官と称するほどである。また、同じ年に就任し、新米、新自由主義政策を共有する日本の小泉、純一郎前首相と関係を深め、日本の国連、常任理事国入りに賛意を示し、靖国神社参拝にも、 一定の理解を示している。小泉の後を継いだ安倍晋三政権とも関係を深め、2007年3月の日豪首脳会談では安全保障協力に関する日豪共同宣言に署名している。同年6月には日豪外務防衛トップによる2プラス2が東京で開かれている。その際、訪日したブレンダン・ネルソン国防相は日米が共同開発を進める。 ミサイル防衛への三角意思を示している。また、捕鯨問題においても、日本との友好関係重視の観点から、政治問題化を回避せる政策をとっていた。野党時代には、アジア系移民に対する差別的な発言でマスコミをにぎわし、発言がしばしば白豪主義者などナショナリストが繰り広げていた、日本人を含むアジア系移民排斥運動を後押しをすることになった。 首相就任後はそれまでのオーストラリアが取っていた多文化主義の政策を一転し、ポピュリズム的な政策を取り支持を広げていった。しかし、政権末期には、オーストラリア籍のアジア系移民に対する不法な拘束や国外退去など次々と問題が浮上、移民省の大臣の辞職及び省の解体再編など混迷を極め政権崩壊の一因となった。 2001年11月に行われた選挙で自由党陣営は勝利し、ハワードは3期目の首相の任に就いた。2003年のイラク戦争においては、アメリカ軍、イギリス軍に協力するためにイラクに部隊を派遣している。豪軍は主にイラク南部で活動しており、日本の陸上自衛隊が活動していたサマワでオランダ軍が撤退した際には即座に豪軍派遣を決定している。 本来ハワードは三期限りでその職を去ることが本意だったとされる。だが後継候補であるピーター・コステロ財務省がカリスマ性に乏しく選挙は戦えないことや、欧州で長年論争の的になっている共和制以降を持論としていることから、ハワードが人頭式を取ることとなった。ハワードは英王室の熱烈な支持者で、1996年に首相に就任した際には、 英国のユニオンジャックをあしらった国旗、国家の義務化に踏み切っている。2004年10月9日の連邦議会総選挙では、イラクに派遣している部隊の撤退が争点となったが、自由党は労働党に圧勝し、オーストラリア建国史上初となる4期目の首相の座に着いた。t v パーソナリティ兼環境保護運動家のスティーブ・アーウィンの追悼式にも参加した。 2007年9月12日に行われたインタビューでは、苦戦が予想される次期総選挙後に再任されたとしても、任期満了までは職にとどまらず、前述のコステロ財務省への前乗に言及していた。しかし、同年11月24日に行われた総選挙では、自身が党首を務める自由党と国民党の保守連合が敗北。ハワード自身も落選する大敗で、 オーストラリア歴代2位の長期政権であったが、政権が交代することとなった。現職首相の落選は、1929年のスタンリー・ブルース以来78年ぶり、オーストラリア政治史上を2人目である。オーストラリアでは長らく3種類のラグビー、水泳、クリケットが人気で、特に3種類のラグビー、OG フットボール、ラグビー、ラグビーリーグと、 クリケットが4大スポーツと言われていた。オーストラリアは人口を増やすために移民を積極的に受け入れてきた。サッカーは特に欧州系移民の間で盛んで競技人口も多かったが一般の国民にとってのサッカーは移民のスポーツあり見るスポーツとしてはマイナースポーツであった。ところがオーストラリア政府主導の国家プロジェクトとも言うべき一連の改革オーストラリアサッカー革命により オーストラリアサッカーは劇的な変貌を遂げた、ある有力指揮者は、天が変わった、まさにおとぎ話などと話している。始まりは、2002FIFA ワールドカップ日韓大会の開催であった。初めて時差なしで観戦できた 2002FIFA ワールドカップ日韓大会で、オーストラリア国民のサッカーへの関心が高まった。そこに、商業的価値を見出した、オーストラリアの当時の首相ジョン・ハワードは、 サッカーをきっかけとした、オーストラリアのアジアへの進出というプランを描き、オーストラリアサッカー界改革を決意。オーストラリア国内最大手のデパートの経営者であり、国内有数の資産家のに、オーストラリアサッカー立て直しを依頼した。政府の意向を受け、オーストラリアサッカー連盟は、2003年にフランク・レイビオ会長に選出し、2005年、同国初のプロリーグ A リーグ発足や、 32年ぶりの独 W 杯出場そしてアジアサッカー連への転籍などの改革を成し遂げた。2013年11月3日に日本、オーストラリア間の政治、経済、安全保障等関係強化に清江功労により朝日大受賞を受賞した。2014年10月17日に来日し東京プリンスホテルで開催された世界オピニオンリーダーズサミットに ゲストとして参加した、トニー・ブレア、フィデル・ラモスらと、グローバリゼーションには人数と課題があるをテーマにディスカッションし、グローバリゼーションで世界の貧困は減少している。こうした成果を認めることが必要だと述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。